公園である。指定管理者制度により、栃木県民公園福祉協会が管理、運営を行っている。県民からは、総合グランドと呼ばれ広く親しまれている。1948年に、前年の日本国憲法交付を記念して、県民からの寄付をもとに、健康な県民を育成する施策の一環として、失業対策事業により、大谷市を多用して整備され、 1952年3月に開園。1967年、国体誘致表明を受けて立案された、宇都宮総合運動公園基本計画をもとに、国体開催へ向けて、施設の大幅な改修が実施され、1980年に、第35回国民体育大会が開催された。 2015年11月より2022年の第77回国民体育大会開催へ向けて、隣接していた宇都宮競馬場の跡地や栃木県、警察機動センターの敷地も含めて、総合スポーツゾーンの整備が開始された。総合運動公園の第1の候補は、五国神社の西隣の旧軍用地であったが、国本村のおち委員会の反対にあって挫折した。 現在地には、戦時中の1943年に、中島飛行場の陶器滑走路が増設されたが、ほとんど使用されずに終戦を迎えた。山林の表土を帯状に削ったため、他の利用法もないまま放置されていた。ここは14万坪の広大な面積であり、一部、横川村の外は、西川田、兵庫塚の地主がこれを所有していたが、濃厚に、 不適の状態となっていた。そこに県が着目し、当時の姿、河村町や村内の有力者の協力で事務所との交渉が成立し、1948年3月に広大な土地を建設敷地として、買収、所有権移転の登記を行った。前述のように、2度の国体へ向けて大幅な整備が行われているので、 1948年の帰港から1975年までを第1期、第35回国体に合わせての整備を第2期、第77回国体へ向けての総合スポーツゾーン整備を第3期と区分する。陸上競技場、野球場、軟式野球場、体育館、水泳場、児童プール、バレーボール場、相撲場、弓道場、 サッカーラグビー場、管理事務所兼合宿所、遊園地などが整備された。トレーニングセンター、合宿所及び遊園地、土地の木ファミリーランドを除く各施設の利用時間は8時30分から18時まで。また、年末年始の休業期間がある。この栃木県総合運動公園の近接地にあった宇都宮競馬場の跡地に新陸上競技場や 体育館を整備する計画が予定されている。また蒸気既存施設との一体整備を目指しており、2013年に全体構想を策定、2014年度から順次基本設定工事に取り掛かり、2021年の工事完了を予定している。総合スポーツゾーン整備として、2015年11月頃より、A グランドの改修工事や道路拡張工事のための、 木々の伐採が開始された。関石スタジアムと千木西川田東部の氏神として1940年に創建されたが、総合運動公園の整備により公園内に取り込まれた。土地の木ファミリーランドとトレーニングセンターの間に一致する。2021年5月現在のアクセスラウンドアバウト2021年3月30日に、 総合運動公園西側の指導にラウンドアバウトが設置された。栃木県では2カ所目の設置で、市街地では初めてとなる。ありがとうございます。